きましょう。最初のスピーカーは大山洋平さん。私を救ったワンピースの言葉です。お願いします。これから MC たち、レッツゴー！やりましょう！ない時こそ哲学を。やっぱりな。力を与えてくれるヒントがそこにあります。もう一つ、あなたが一人ではない。やりたいことだとか見つけてほしいと思っています。さあ、言葉を交わしましょう。皆さんにここで一つ提案があります。高いところに設定することが多くて、青森県があったとして教えます。No, what's that? No, story time. 心っていうのを、自分が知っていたことが結構、ま、本当はそのありがとうっていうか、おいや、そうそう、お久しぶり。会場で受けた共通テストは勝利も敗北もし、結構芝居使ってるよね、みたいな。今のは逆にいい。 Everything changed. Thank you. モチベーションの話を皆さんにしていきたいと思います。ごめんなさい。Listen, stop, stop, stop. Everything, stop, pause. 初めて考えました。それを鵜呑みにして。It was wonderful.皆さんにお話が届ければいいなっていう、それが目標です。緊張してますね。
皆さんにも期待していただいているので、それに応えれるようにと、まあ、ベストを尽くせればなと思います。そうそうそう、バイ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 、そうそうそう、ぜひぜひ。アップの気持ちです。なんとかなんとか、ありがとうございましたぐらいの。急に言われるとね、びっくりするよ。したんですけど、いや本当に友達のおかげでなんとか乗り切ることができました。いや本当に今日までお世話になりました。ありがとうございました。嬉しかったです。はい、本当に嬉しかった。走るぐらい緊張しました。待ったら生きてます。そうです。今日この後打ち上げでビール、はい、よかったです。ありがとうございます。いや、すごい楽しかった。やっぱり人がいっぱいいたので、あんまり自分の言いたかったことは全部言えなかったんですけど、自分の中でのベストはできたと思います。やっぱすっごい緊張しましたし、途中でも飛んだりもしたんですけど、また自分、新しい自分を、自分についてまた深く考え直すこともできたので、すごいいい経験になりました。もう一回挑戦してみたいなと。緊張はしましたけど、伝えれることは伝えれたと思います。練習をしていくうちに、あ、こうすればこう伝わるんだとか、いろいろ丁寧に教えてもらって当然助かりました。大変いい人と巡り合うことができて、とても嬉しかったです。ありがとうございます。はい、お疲れでした。いやお疲れ様でした。いや本当、昨日ね、台本渡されて、いや正直ね、圧はありましたね。どうなるかっていう、ここまで、ね、めちゃくちゃ緊張しましたよ。まあ、でもトラブルなく、はい、みんなお客さんのおかげでやった。いや、お客さんのおかげですよ、本当に。あのめちゃくちゃ笑って楽しかったね。楽しかったです。まあ滑んなかったからこんなこと言えるんだけど、また何かあったらぜひ挑戦したいし。そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやもう本当に感動しました。なんかね、最初はすごくみんな恥ずかしそうにしてて、どうなっていくかなっていうふうに思ったんですけど、みんな最後すごく上手にやってくれて、なんか結構癖になるんじゃないかなと思うので、今度はなんか1000人ぐらいの前でプレゼントしてほしいなと思います。ありがとうございます。いや、あの非常に素晴らしいあのプレゼンテーションをあの見られました。たまたま私が教えてたあの学生もいて、教室の中とは随分違うなっていうのを感じましたね。パトリック先生の指導が良くて、またみんなも努力してくれて、すごく素晴らしいあの感動させるようなスピーチをしてくれましたね。いや、これからもあの自分自身をあの積極的にみんなにあの表現していく、まあ、こういうようなあのムーブメントがあの大学全体に広がるといいなと思います。半年間長いより短かったというか、一番驚いたのは昨日のリハーサルからもさらに進化していて、若い人ってやっぱり本当にこう適切なアドバイスがあると、どん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 短期間で変わってくるんだなということが実感できました。素晴らしかったと思います。 SGU Talk も最高だった。6ヶ月前にあの生徒たちも全然自信がなかった、ストーリーテリングできなかった。だけど6ヶ月の中で生徒たちよく頑張りました。もう本当にみんなお疲れ様でした。ありがとうございました。イエーイ。どう？ OK? バイバイ。